匂いしません？そうね、何かしら。シーツの中かしら。ん？待て！これは第二次成長期の男性に起きる一般的な現象で。今度から私にお申し付けください。専属使用人ですから、そういうお世話もします。イルグ兄さん。はい。口では妹と言っていても体は正直ね。私たまに思うの、妹と恋人どちらか選ぶのではなくて両立できないかしら。